ちょっと行ったらコンビニがあるが、西畑だとちとわからねえな。カフェクローバーどこ？そこには地デジがないからね。信号のとこにカカシがいたんだ。あんた中川の何なのさ。この西畑まつばる刀は。たった今まで座っていたよ。喫茶キャプテンの入り口前よ。客が3カ所頼んだってさ、そりゃもう大騒ぎ。糸ちゃんなしじゃ回らないよ。でさ、ウーバー車って何？あんた中川の何なのさ。後ろの西畑なつばる刀は。3日前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。ランチのお客が来ないってよ。それはもう中川をお持ち帰り、宅配なしではいられないよ。徳さんバイク買ったんだって？あんた中川吸いとんね。後ろの西畑まつばる刀は。後ろの西畑まつばる刀は。言われた、入ってなかったです。木曜のお昼、いかがお過ごしでしょうか。愉快なアキンド仲間と一緒に博多南駅2階ルルンバックヤードスタジオから、愉快なアキンド仲間と一緒に、違うな、中市レディオシンジケートに乗せ30分間、間違えちゃった、おばちゃんでいいですと言われたあなたにお届けします。さて、ご挨拶を。こんにちは。あのオープニング何？これ楽しいのかな。いや、わからん、ボロボロやった。よくあの、分からずにやれと言われたことをやりました。みおさんです。イエーイ。いや、この番組ね、ちょっと打ち合わせするんですけど、今日も例に漏れず打ち合わせして、あの、送ってくる。なんか我々1年以上やってるんですけど、なかなかチームワークが割れてこないんですね。頑張りましょう。横浜横須賀を聞いておいてくださいということだったので、とりあえずあの声優の杉田智和さんバージョンで練習してきました。あつみんです。イエーイ。無茶振りしました。すいません、丸さんです。いやですね、この前あのビーンズバーさんを聞いたんですよ。はい、バーさんじゃない、ビーンズバー、ビーンズ姉さんたちを聞いたら、なかなかですね、好意的に撮っていただいてました。ありがとうございます。さすが先輩。違う違う、やっぱり上手だなと思いましたね。そうそう、あ、それでね、大郡のね、カエル寺に行きましたよっていうお話があって、そう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 、それでそこにね、あの元気の秘訣なんか言い出したぞ。なんかアンパンマンが、アンパンマンがなんか言いよう。そう、元気の秘訣ってのって、それがね、あいうようにまとめてこう掲示してあったっておっしゃったんですよ。そうそう、そこに書いてあったのが、例えばああいうようですからね。あ、安眠。安眠。い、色気。色気。う、運動。え、笑顔。うん、おしゃれということだったんですよ。
そうそう、それを心がけていくと元気になりますってっていうことやろうと思うんですけどね、うん、あ、ちょ、小郡出身だったら言えば小郡だったでしょ、ジョーちゃん地元生まれが小郡だったんですけど、おお、そうなんですよ、なんか有名になってると、うん、あ、変えるね、変えることね、これで変える、それは多分ビッグバンだね、そういう話がされてた、うん、意外と知られてないのか、うん、ガムキリ不動明をなんで病気にされた、あ、そうなんや、へぇ、教えてもらう方もいらっしゃるし、なんとその横にはお寺とは関係ないんですけど、ベーズとベベル、ベーズのケーキ屋さんもあるんです、へぇ、すぐ横、もうすぐ、これに嬉しいなと思うのは、お寺さんの駐車場もないから、ベベさんがうちの駐車場、帰る寺にお越しの方はうちの駐車場もいいんですよ、へぇ、太っ腹、駐車場が広いのかな、ちょっと広くない、それで年休を飲んで、皆さん先日出したら横にこのパンネスト塩パンネスト、へぇ、で帰り出した、ちょっと道路の横側にラーメン屋さんがあるって、これラーメンガサって一覧の系統、知ってるかも、一覧ってガサの店があそこに覚えるの、小郡ね、で、あの向かい側に仲良し駐車場って言って、今共同の駐車場もできて、一大スポットも、そこに行けば全てがことが済んでしまう、で色気出して去年タピオカ屋もまたオープンして、もうなんか朝が本当におごりと思えないぐらい人がいるんですよ、ちょっと中川にも作ろうよカエル寺でしょ、あ、人が溢れ帰るんでしょ、そうそう、すごいね、腹立つね、で俺もこれチラッと聞いたんやけど、この放送自転車で行ったらしいですね、デジマ自転車で、それが一番元気のあれやないかいな、すごい、なるほど、まあでもあれでリーダー的にはそのさっきのあいうえお作品、あ、そう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 、激戦的に元気出したいな、当たり前じゃないですか、もう考えないわけないですか、こんなの聞いて、そう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 、駅線のアイウェイを、はい、言って、はい、言ってアイウェイはアートです、駅線のアイウェイを元気、あ、愛想洗い、愛想洗い、まあ確かに確かにね、みんな いい感じでとぼける、誰か俺らが俺らがうっかりスルーするうっかりスルー逆は偉そうに言う。だめだ。伊藤ちゃん。最後思いつきで続けてる。まあいい時間になりました。マルさんの心の叫びってことに。そうそう、ね。駅伝ではなくて。そうですね。あ、そうか。はい。今日はですね。ちょっとついに。梅雨真っ只中でございますが、この5人で、はい、お送りいたしまーす。エキセントリック中川、喜んでいきましょう。ご唱和ください。喜んで中川よ語ろう、ここはよかとこばーい、あ、若干入ったかぶり目、よかったです、ありがとうございます。何を語るんですか今日でしょ、中川の変化をちょっと語って
思うんですが、うん、変化してました？してませんでした？いろんなお店ができたりできなかったり、なくなったり。あ、もうそこ、その話こんまいしましたね。した。他に、あのエコモールだったじゃないですか。あ、リサイクルの、うん、はいはい、ミスタードーナツの、そう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 、うん、あの辺もなんかちょっと丸さん、またマイク遠かった。で、電気がね、ついてなくてね、なんか暗くなっとったよって話だけど、どうですか？あ、なんか、貸し店舗みたいな、うん、張り紙してます。うん、なんか、行ったことあります？ああいうとこ。あります。あります。あ、もう、アツルの女子が50点ぐらい持ってたら、そう、俺もあのカシミヤのね、コート持ってったらね、0円でした。まあ捨てるよりはいい。まあ誰かの役に立つかなと思うんでね、持ってってはいますけど。ともちゃんラーメンもこれ前一回俺言わんかったかね、言った、なくなってるっていう。ああ、そうですか。っていうね、あの、改造ラーメンがあった後、国道、そうね、まあね、世の中の移り変わりじゃないですか。あれもだいぶ前ですもんね、だからコロナの前。あ、そうなんですか。ね、うん、確か。コロナの影響ではない。我々アキンドの仲間がね、どんどん入れ替わり立ち替わり頑張ってますけども。あ、マロさん、そろそろ閉店ですか？え、ガラガラ。まだ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 。なんか台本に書いてあるなんか他のキーワードが私気になる。ああ、あの、あ、さっきちょっと話したカワセミってさ、死の鳥じゃないですか。はい、うん、カワセミって見たことあります？100円バスのあれになってるカワセミ。そうカワセミって鳥がいるんですよ。鳥がいるんですよ、あの青い、はい、うん、青っぽい。うちの前によく泊まってますよ。いますよね。うっそん、あんな住宅地に。うちの、あの家の前、埋め立て、池が埋め立てて、うんうんうん、フェンスによく泊まってます、うん、え、青いちょっとシュッとしたくちばしの長い、そう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 、シャレのタイプでしょ。俺ね、二十何年間で、ね、中川におってね、見たことないよ。いや、後ろのホタルいるから。絶対いりますよ。え、スズメと間違えてんのかな。ちっちゃい、ちょんってしてるでしょ、ちょんって。ちっちゃいか、ちっちゃい。スズメよりはちょっと大きい。あ、そうなんですか、うん、あと色がすごい綺麗だから見たらすぐわかると思う。見たことないの。胸のとこはオレンジ。でも絵とか見るとそうだよね、オレンジで羽とかがブルーになってますよね。いろいろある、うん、あるんですか、パターン。けどやっぱり青が印象的っていう。背中の方が青、ね、うんうん、羽。そうなんや。いやいや、今度ね、あの、まあ、ちょっと見たらさ、写真撮っといて。ああ、撮ります。お願いしますよ。もう見たことないんで、 おじちゃんは。あとなんかまだ言うことがあるんでしょ。そろそろ時間がなくなる。 まだありますよ。今度ね、一時的なやつ言っとかないといけない。6月の20日でしょ。6月20日。20日。あ、19と20ですよね。19と20に、あの、待ち、ね、うん、明日、明後日オンエアされる。そうかそうか、そうそうそう、明日明後日ですけど、町活大集合っていうことがございましてですね、うん、これが、あの、今中川町で取り組んでいるいろんな町活をされている方と、うん、まあ、来ていただいて、登場していただいて、そこで、ラジオ番組を、やってしまうっていうようなことだったと思うんですがね。えラジオじゃないですね、あの、インターネットの YouTube とかを使ってオンラインイベントみたいな感じですよ。だから画面でも見れると思いますよ。19日の3時から、3時から夜の9時まで、それ、あ、10時までか、それと翌日に20日の朝10時から夕方5時まで、ね、URL はいろいろ今からちょっと流していきますので、それから見ていただければと思います。あの、実は駅船の皆さんにもご登場いただきますんで。13時ですね。13時に駅船、20日土曜日の13時から駅船が出ますけど、うん、ただお仕事みんなしてるからね、やっぱ私と糸ちゃん、とりあえずは。はい、私暇ですよ。暇ですね。多分私はちょっと遅れて参加。ああ、いいと思います。私だけ枠が違って、ね、違う枠におるんですね。ああ、そうなんだ、うん、午前中に。でもこっちにも時間あれば、こっちにも来てもいいんじゃない、この時にね。じゃあお仕事ほらいろいろあるからね、うん、どうかなと。まあ都合次第、ね、うん、これたらですね、はい、うん、はい、じゃあ展開。
中川。ご賞はください。喜んで。皆さん喜ぶ喜ぶ断る駅線的心からパッパラパーパッパッパッパ。よし。いや、このコーナーではですね、駅線ではどういう感じで思ってるのかっていうのをね、ちょっと皆さん知っていただきたいなと。あ、いつもやってる丸×のやつですか。ね、今ですよ、はい、野球にしてもね、サッカーまだってやつよね、野球のまあ、なんですかね、オープン戦にしても、はい、無観客でやってるじゃないですか。そうですね、19日から開幕しますけど、開幕しても無観客ですね。ですよね、はい、無観客がなんか言いにくくてね無観客ってなんか無観客ですか、うん、確かにね、うん、でその無観客でやるっていうことに対して、はい、どうなんですかね、あれってどう思われます皆さん。やれてるだけいいんじゃないですか。じゃあこれからずっとですか、やっぱり特効薬ができるまで。うん、でもあれですよね、ベンチとかあんまりね、ニュースとかで映らないんだけど、ベンチマスクしてんのかな。まあコーチはしてますね、選手はしてないですよね。アンパイアもしてないでしょ。アンパイアしてますよ。してる、はい。おお、そうなんや。で、あれ見ててね、いや僕野球のオープン戦とか見てて、うん、例えば球のねキャッチャーミットに収まる音とかバシッって言うじゃないですか。いいね、それとか打たれたホームランがベンチに飛び込む音、はいはいはい、それから選手の息遣い、はい、そういうのが、ね、いないからね、すっげーよく聞こえるんですよ。聞こえます。確かに今までに分からなかった音がね、歓声で書き消されてた部分がね、うん、だったから、おこれもすげーいいんじゃないかなって思うんですよ、うんうん、あ、丸さん的にはもういいんだ。僕はいいなと思う、うん、無観客で。やっぱ音がですね、その木製のバット使ってるから、やっぱこう独特の音がするし、野球ってやっぱ声出してなんぼだから、こうやじとか頑張れとかいう声も聞こえるし、うん、そうですよね、スポーツってそこが醍醐味じゃないですか、うんうん、なんか特に相撲も今無観客でやってましたけど、相撲も私砂かぶりでもう、ま、行事の真後ろで観戦したことあるんですけど、やっぱもう音がすごいんですよ。あ、それとか無観客じゃなくてね、ぶつかる時のね、ぶつかる音とか、うん、ガスとかね、だからあれがやっぱスポーツの醍醐味なんで、うん、私は逆にこう無観客の方がいいな。工業的に言うと観客入れないとですね。ケツ気配取ったそれまたどこに注目しとんだそれ無観客の話とは全く関係ないし、ちょっと気になったもんですいません、はい、いやそうですよね何言うか忘れちゃったじゃないかよ自分あんたやあんたのせいやしかしですよ、やっぱお客さん、いやということはですよ、はい、次プロレスとかもね、うんうんうん、相撲とかも、うん、やっぱり試合する人はマスクしてするのかな、取っ組み合いは。だからプロレスとかすごい全員マスクマンですよねそれが言いたかったな結局いろいろ多分隠し持っとん言いたいことそっちに誘導してるやろでどういや、この前見てて、テレビ見てて、将棋のね、うん、対局ってうん、なんとか高校生がやってたじゃん、藤井君が、うん、あれとかなんで対局するの。対局、うん、しなくていいじゃん、ズームでオンラインでやればいいのに、うん、なんで対局したっけ。ああ、ケチ、後ろにコンピューターつけてケチしようってのがバレるのかなまあやっぱでもあれもはね、ああいう業界でルールがあるやろうから、うん、そのオンラインにすることにはまだ対応できてないんじゃないですかね。あれ無駄だなと思ったんですよ。あれどうせ一人こう打つだけでしょ、画面でやればいいのになって思ったんですけど、やっぱり駆け引きがあるんですか、つば引っ掛けるとか、うん、あとご飯食べないかんからね、あれなんかうなぎでなんか話題になってましたね。あ、そうなんですか、うん、あ、いや前だけでこう手元だけ映しててね、後ろにもブレーンがずらっといてさ、実はこうやってるとかね、やっぱなんかこうプロにしか分からない間合いとか、相手の表情を見て今こう動揺しとるなとかいうので行って打ったりとかあるじゃないですか。分かんないけど、分かりました、私が悪かったですまあ大体いつも丸さんが悪いねじゃあ最後に挙げてもらいます、無観客試合、丸か×か5人お願いします。あれ行こう
100パー丸やん。いかんってどういうことですか。いかんっていいやろ。一人ぐらい反対しようよ。お客がおらんとつまらんとか言いましょうよ。まあ、てなわけで、無観客時代は丸ということですね。どんどんやっていただきたいと思います。じゃあきっかけワードいきます。せーちゃっ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 ちゃ、あんた、中川なめとんねん、なめとんねん。はい、後ろの西畑松原刀はなんだそれ。エキセントリック中川。まあ、ソーシャルディスタンスでお送りしている駅戦ですが、いよいよスペシャルを迎えたいと思います。ではミョンさんのピットイン、まあ、モータースポーツをね、ちょっと人気をね、モータースポーツ人気をこう広めたいなっていう思いでね、ちょっとあんまり興味ない人にはね、楽しくないかもしれんけど、なんその言い訳満載でお送りしてますよね。でもその興味を持てそうなところからちょっとねこうやっていくと、世界で活躍する日本人ってね、やっぱりいろんなスポーツでねあるんで、F1 の世界でもね、今 どんな日本人がまあ活躍したかっていうのをねちょっとお伝えして、またさらに今後それ以上の日本人のドライバーが出てくるのをね期待したいなと思ってて、まあ過去こんな、活躍したドライバーがいますっていうのをちょっと以前もやったんでね、ちょっと被るところもあるけど、まあ、今回時間がたっぷり、もらえるんでね、もう一回ちょっと説明したいと思うんですけども、まあ、モータースポーツっていろんなカテゴリーがあるんですよね。でその中の頂点っていうの言われてるのが F1、ね、F1、うん、で、まあ、これ世界選手権ね。で、まあ、1年間に大体まあ20戦前後、今年はだからまだ開幕できてないから何戦になるのかわからないけども、まあ、20戦前後のレースがずっと世界のサーキットを転戦しながら戦うんですね。で、毎レース毎レース順位によってポイントがついて、そのポイントが一番ポイントが高い人が年間のワールドチャンピオンということになるんですね。それを競う。で、大体金曜日にフリー走行、まあ、マシンのセッティングをするんですね。そのサーキットに合わせてセッティングをして、で土曜日に予選、予選は1周を何秒で走るかっていうね、タイムアタック、そしてその予選結果に応じて決勝のスターティンググリッドって順番並ぶ位置が決まって、まあ先頭一番いいタイム出した人が一番のポジション、ポールポジションっていうところからスタートできる。あれ新幹線と同じぐらいのスピードで走るよね。300キロぐらいですね。300キロって F1 早いですよね。200何キロですもんね、新幹線ね。300キロあったらもうすぐぶつかる。直線が長いってこと？だからそのサーキットによってまた全然違うし、モナコなんかでは300キロ出るところはない。有名なね、モナコって市街地コース、くねくねくねするから。逆にストレートが長いコースとかもある。そこはもう300キロ以上出る、ね、でそこで、まあ、日本人ドライバー、まずね、日本人ドライバーの先駆けというか、まあ、レギュラードライバーというちゃんとチームと契約して、1年間参戦しますっていう、それの初めての日本人ドライバーが中島悟。中島悟、ね、うん、が、1987年、これ、ね、ホンダの後押しもあってロータスホンダっていうチームでデビューした、ね、でその年は、マクラーレンホンダ、いや、ウィリアムズホンダとロータスホンダっていう2チームにホンダエンジン供給されてて、1チーム2台走らせるんで、うん、ホンダエンジンが4台走ってる年だったんで、で中島悟がデビュー戦が、6位、うん、6位やったんや、うん、デビューしていきなり6位、すごい入賞、うん、で2戦目、5位、上がってるじゃないですか。3戦目4位、おおステップアップ。でもその後ずっと低迷していってしまったんですね、はい、でその4位が中島悟は最高位、へー、だ表彰台に上がったことはないんですね。でちなみにその4位、3戦目の4位やった時はホンダエンジンが1、2、3、4、おー、これもちょっとね有名な F1 ではね。でただ中島悟があともう一つ残した記録として、ファステストラップっていうのが、あ、一番早い一周のレース中、レース中何十周かするんだけども、
その中で全ドライバーの中で決勝レースの中で1周が一番早かったっていうタイム、これはファーストベストラン、うん、でこれもやっぱりあのドライバーとしては誇れる記録なんですね、うん、でオーストラリア、中島悟3年目のオーストラリアで雨のレースで、でそこで、後方からのスタートやったんだけど、どん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 抜いて追い上げてファーストベストラップ記録して、またその時も4、うん、で雨の中島ってそこから言われる、うん、へえ、そうなんだ、すごいですね、なんか神経質そうなおじさんでしたよね。中島悟はね、神経質じゃないです、星野和義この回は毎回下ね、下ろ下思い出した今同じこと言ってるやっぱおじちゃんやなでちなみに日本人最高位っていうのは、鈴木アグリが3位に1回、うん、日本でな、日本グランプリ鈴鹿で、あの顔の濃い人ね、そう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 、うん、これね、ちょっとまあタナポタ的な上位の、ね、上位のチームがどんどん、ねうん、脱落していって3位、鈴鹿でしたっけ、鈴鹿で、そう、はあ、厚みすげえな、それと小林カムイも3位、うんうん、小林何、小林カムイ、カムイ、うん、あの聞いたことあるような気がする、うん、今の現時点では最後の日本人ドライバー小林カムイが2014年まで走って、うん、その後日本人ドライバーがいない、いない、うん、あ最近の人なんだ、え片山右京はどこにいる、いない、あ右京も随分ないじゃん、うん、右京はアグリの後ぐらい、鈴木アグリの後ぐらい、うん、ということで3位表彰台まではあるんだけど2位1位がまだない、未だいな い, い, ない、うん、そこに明さんが行く、行かない、もう年だってね、中島悟でも34歳でデビューして遅咲きって、うん、あそうなんだ、若くないとできないんだ、もうみんな今ね20代とか18、19 でデビューするドライバーもヨーロッパの選手とか、うん、やっぱりね還暦の丸さん無理やね、無理ね、アイルトンセナと言われてたけどね、はい、まあ、モータースポーツにもちょっと、ね、活躍する日本人が出ることをちょっと注目してください、うん、ぜひ、あそうだよ、これこの前ミリカルオーデンでカートやったじゃん、うん、ああいうとこでやっぱり小学生をねピックアップしてね、いやそうそう、育てる、あれで興味を持ってもらってね、うん、育てないと、うん、ドライバーもさ、ね、はい、はい、そういうことです、いきたいと思います、ありがとうございます、はい、喋って、あそうなんや全然まったりしてるまったりしとったすまねえいやあのねもうエンディングですけども、はい、あのなんだ夜の街の人たちにさあの名前を書いてもらおうって話があるじゃん、え名前をさちゃんと誰が夜の街で飲んでるんだとかってお客さんにさ、はい、それから名簿を作っちゃおうとかって、はい、何かあった時に連絡が取れるようにね、そうそうそう、はい、クラスターになった時にとかさ、うん、そしたらさもう夜の街みんなさ小学生みたいにさ名札こんなでっかい名札をさ全員おじちゃんたちが下げてさうろうろすればよくねくだらねえないからそれ相変わらずくだらねえそれがいる店だけに行くとは限らないじゃないですか、まあ、まあ、アラートでしょ中川アラートがいつ出るか分かりませんけどごめんなさい、いろいろ言葉拾ってきて使いたかるですねだけど AKB48 とかさ、うん、AKB1 になるよねなんか今日あれよねダメ滑りまくってるあんまり話をよそに振らないよね今日自分で完結しようとするね今日オチまで言っちゃおうかなと思ってるんだけど、まあ、最初 の, あの皆さんに歌を歌っていただいてね本当ありがとうございました、はい、あれ下手なら下手だけねあの引っかからないから大丈夫だと思いますあそう YouTube 的にねそう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 、そういうことね、あ人の歌使っちゃいけないから、ね、そうそうそうあれオリジナルってことあれオリジナルですそうですね中川の歌です、はい、まあ、なんか言うことありませんいやいやいいじゃんもう締めていいんじゃないですかまた次週お会いしましょう電池が切れとるな